どうも、エンジニアの中志です。突然ですが、このブレッドボードを知っていますか？このブレッドボードは電子工作に欠かせない便利なアイテムです。ブレッドボードはどんな時に使うのかですが、電子部品の特性を調べたい時、マイコンのプログラミングを学びたい時、設計した回路の動作を確認する時に使います。このブレッドボードはハンダ付けなしで回路の動作を確認することができます。ハンダ付けをしませんので、電子部品を使い回せるメリットがあります。この動画を見ている方が、ブレッドボードに電子回路を組めるように使い方を解説していきます。僕が実際に作った回路をお見せします。ブレッドボードを使うとこういった回路も作ることができます。この動画の構成ですが、ブレッドボードの使い方、ブレッドボードで LED を光らせる回路を組んでみよう、ブレッドボードの Q&A の流れでいきます。もしもこの動画の内容やブレッドボードの使い方についてわからないことがあったらコメントにてお答えします。では解説していきます。ではブレッドボードの使い方について解説していきます。こちらがブレッドボードです。ブレッドボードは電源ラインと部品などを差し込む穴に分かれています。この電源ラインは縦につながっています。この赤色と青色の部分ですね、真ん中の部品を差すところについては横につながっています。ここにアルファベットが書いてありますが、この ABCDE がつながっていて、ここに溝がありますが、溝を挟むと信号が切れます。続いて FGHIJ でつながっています。電源ラインは縦につながっていますが、部品を差し込む穴については縦にはつながっていません。この ABCDE と FGHIJ だけがつながっています。ブレッドボードに配線を行うには、このジャンパーワイヤーと呼ばれる配線を使用します。このように複雑な回路を組むと配線が非常に多くなります。そういった時でもどの部品の配線か分かりやすくするために、ジャンパーワイヤーの色分けのルールを決めた方がいいと思います。今回はこのトグルスイッチと抵抗と LED を使った簡単な回路をブレッドボードに組んでいきます。こちらのトグルスイッチをオンにするとこのように LED が点灯します。今回使用する部品はこちらの通りです。こちらがブレッドボード、こちらがトグルスイッチ、AC アダプターからの電源を引っ張るための DC ジャック、こちらが LED、これが抵抗ですね。220オームを使ってます。配線は5本使っています。白が2本、黒が2本、赤が1本です。この色については特にこだわりはありませんので、何色でも大丈夫です。どうやって組んでいくか流れを説明します。まず最初に部品をブレッドボードに差し込んでいきます。ジャンパーワイヤーを使って部品に配線していきます。この流れで進めていきます。はい、部品が組み上がりました。こんな感じです。続いてここにジャンパーワイヤーを使って配線をしていきます。配線が終わりました。配線するとこんな感じになります。あとはここの DC ジャックに AC アダプターを差し込みます。これでトグルスイッチをオンすると LED が点灯します。続いてブレッドボードの Q&A です。もしもこういった時にどうすればいいのかという内容でお答えしていきます。ピッチの違いでブレッドボードに刺さらない時はどうするか、これに対する回答は、ソケットを使ってソケットから配線を伸ばすことでブレッドボードに刺せるようにした方がいいと思います。ピッチというのが穴の間の間隔のことを指しています。通常だと 2.54mm なんですが、部品によっては他のピッチになっている場合もあります。部品の足にソケットを刺して、そのソケットから配線を伸ばしてブレッドボードに刺すといいと思います。ブレッドボードに回路を組んだけど動かない、そういった時はどうすればいいか、答えとしてはマルチメーターを活用するといいと思います。マルチメーターでは電圧や短絡を確認することができます。またよくあるミスとしては、 IC のピンの配列を間違っていたりだとか、そもそも回路設計が間違っているパターンがあります。そういったことがないか今一度確認してみましょう。
最後にこの動画のまとめです。今回はブレッドボードの使い方について解説しました。ブレッドボードはハンダ付けなしで回路の動作を確認できる便利なアイテムです。ブレッドボードの電源ラインは縦に繋がっています。真ん中のところについては横一列に繋がっています。配線をするにはジャンパーワイヤーという配線が必要になります。この動画を見ただけではきっと使い方を覚えることは難しいと思いますので、ぜひブレッドボードを購入して実際に回路を組んでみましょう。この動画の内容は以上です。このチャンネルでは電子工作やプログラミングについての情報を発信しています。まだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。